ゼロウィング。これどんなんやったっけ？タイトルは知ってるんですけどね。ゼロウィング。東亜プランや。東亜プランね。いいシューティング多いですからね。イージーがデフォルトなんや。4機はね。まあ、やってみようか。ナトルズ。こういう感じや。もう初めてやりますね。面白そうですね。もうレーザーすげえ。ミサイル。ちょっとすみませんね。ちょっとね、今日はこれでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。とですね、ゼロウィングはこれか。はい。これもなんかやったようなやってないようなって感じがするんですけども。はい。東亜プランなんや。東亜プランって言ったらシューティングはね、結構いいゲームが、これデフォルトでイージーなんやね。シューティングはいいの多いですよね。東亜プランって。あ、これも横州なんや。やっぱね、メガドライブって横州多いですよね。レーザー。あ、ミサイルになった。ミサイルっぽい感じの。これは初めてですね。これは初めてやりますね。多分初めてだと思います。やったことあるかもしれないけど、まあ僕の場合結構ね、初見プレイを覚えてないことが結構ありますから、初めてとか言いながら、実はね、前にプレイしてるってことが結構あったりするんで、まあやったことあるかもしれないけども、もしかしたら初見かもしれない。やったような気もするし、やってないような気もするし、ちょっとよく覚えてないですね。なんか初めてのような気もするし、やったような気もするし、みたいな。まあ似たようなシューティングいっぱいありますからね。まあまあまあ、ゲームが楽しめれば、別に初見だろうが初見だ、えだからほうがいいですけどね、別にどうでも。まあ。ああ、やられた。あ、これは残機制か。ちょっとね、日差しがちょっと出てるんで、ちょっとね、画面が光っちゃうんですよ。それどうしようもないですね。日差しがちょっと強い日はどうしてもね、ちょっとその画面に、ああ、画面がちょっとだいぶ光が入っちゃうというか。ああ、むずい。ゲームオーバーですか？イージーでこれか。イージーでこれですからね。はい。とりあえずワンコインだけプレイするって感じでね、やってますけど。